なんとか勝てたな。もうこんな雑魚くらい余裕っしょ。気を抜くな。霧がどんどん濃くなっていってる。霧に紛れて奇襲でもされたらたまんねえな。中に入っちまおうぜ。そうだね、先に進もう。ここには何もないか。下の方から悪い気配が溢れてきてるよ。それじゃあ下に進んでいこう。じゃねえよ。な、何？スマホ？ああ、ごめんごめん、俺のだわ。あ、私のもメールが届いてる。メール？誰からだ？てか届くのか？何？はあ？なんだこりゃ、文字化けしてて全然読めねえじゃん。私のも読めない。なんか気持ち悪いな。そういえば祠を調べていた時に僕のスマホにも文字化けメールが来ていたな。おいおい、な大事なことなんで今まで言わなかったんだよ。いや読めないし、いつも来るわけじゃないし、それほど大事とは思わなくて。今はそれどころじゃない。とりあえず放っておこう。せっかく元の世界と連絡取れるかもしれないんだぜ。何かやってみようぜ。気にはなるけど後回しにしましょう。今は主が先よ。そうだね、みんな行こう。次はないと知れ。蹴散らしてくれよ。どう戦うべきか。お前に呼吸を合わせ、俺は勝ち続け。
ける。さすがに敵も守りを固めてやがるぜ。けどさ、死生獣の加護のおかげで俺ら結構戦えてんじゃん。これなら主もいけんじゃねえの。もっとサクサク進もうぜ。気抜いてんじゃねえよ。相手は世界の管理者とか抜かしてんだぞ。慎重に慎重を重ねていかねえとだろ。油断してあっさり負けましたなんてごめんだぜ。おいおい、この後に及んでビビってんのか。そういうんじゃねえっつーの。亮の言う通りだと思う。相手は強いんだし慎重に行こう。まあ、タクマがそう言うなら。お前は本当に俺の言うこと聞かねえよな。とにかく先に進もう。相手になろう。よし、絶対に勝つんだ。俺が行こう。スーツェーモン。次はないとして、最善手。どう戦うべきか。ここだ、間違いない。レナモンによれば
ここが主のいる最後の祠の場所だそうだが。間違いないって。教授、ここ行き止まりだけど、ただの石の壁があるだけだ。もっとよく調べてみようか。みんなで探せば手がかりくらい見つかるかも。そんなこと言ってもどこ調べればいいの？見るからに何もねえしな。白馬、この岩の向こうからすごく嫌な気配がするよ。この岩の向こう？間違いないな。外へ漏れ出していたもののさらに濃い感じがある。明らかに主の気配ね。そうは言ってもこんな岩どかせるなんて無理だ。これじゃ前進する方法がない。一体どうすれば。その役目我らに任せてくれないか。あなたたちは。もとよりここの封印は死生獣が施したもの。死生獣とつながる我らなら解けるんだ。封印を開けるよ。心の準備はいいかい。死生獣よ、彼らに道を示してくれ。なるほど、これが最下層、主の間に続く階段か。
見つけた。諸君、通路があったぞ。ここから奥に繋がっている。よし、みんな進もう。Thank you.
これは、みんな来てくれ。これもしかしたら奥への通路かも。え、本当？マジか、見つけたのか。教授、どうでしょうか。うん、間違いない、先への通路だ。わあ、やった、修二すごい。ああ、マジですげえよ修二さん。おかげで先に進めます。お手柄です修二さん。やるじゃねえか修二。いやそんな、ずっと教授と一緒に調査してたから、その結果だよ。過程はどうあれ、修二が道を開いた。そのおかげで私たちは主に近づける。うむ、気配もいよいよ強くなってきた。おそらくこの先にいるのだろう。ええ、これ以上ないってくらい嫌な気配ね。いよいよなのね。ゾクゾクしてきたわ。絶対勝とうね。引け！ああ、正真正銘の最終決戦だ、タクマ。ああ、みんな行こう。みゆき、ならぬならぬ。何時らはなおも我が対岸を阻む気か。無論です。我らがこの世界に訪れてから向こうの世界は悠久の時が流れた。もはや春近様にあだなす相手などとうに土に帰っています。だからどうか怒りを鎮めてくださいませぬか。どれだけ時を経ようとも我が身に受けたことは忘れぬ。我が姉、我が一族が我が身にした仕打ち、我を捨てた恨み、すべて返してやる。違う、そうじゃない、そうじゃないの。その怒りは間違って、だからお願い、話を。いいな、ならぬと言っている。逆らうか、みゆき。一族の末裔め、なら。やめろ、そんなことをすればみゆきが眷属と混ざって。止めなきゃ、行くぞ。私がやろう。
ジェレーション。どう戦うべきか。一瞬だけど、みゆきは元に戻った。だったらまだ俺たちにもチャンスはあるってことだよな。私がやろう。そのうち、アンジェレーション返せよ、僕らの大事な仲間を。みゆきを返せ。戦うべきか。いい加減、みゆきを諦めなさいよ。千年前の恨み節をいつまでも根に持つなんて、あんたバカなの。私がやろう。アンジェレーション。どう戦うべきか。私がやろう。どう戦うべきか。勝利はいつもこの手にある。姉さんを奴の呪縛から解き放てた。姉さん、しっかり。姉さん。春なのね。大きくなって。ごめんね。迷惑かけて。いいんだ。再び会えるだけで十分なんだから。ようやく助けることができた。姉さん、お姉ちゃん。春ってば、みんな、ここまで来てくれたのね。みゆき、無事でよかった。たくまさん、みんな、お願い。主を、ハルチカを助けて。助けて、どういうことなんだ、ミユキ。だってあいつはミユキをひどい目に。確かに主は生贄にされた恨みを抱いている。でもそれだけじゃない。彼は、ハルチカは誤解してるの。あの人は見捨てられたわけじゃ。そこから先は
春近殿本人から聞いた方がよろしいでしょう。あなたたち何か知ってるんですか？その答えは我らの口から語るわけにはいきません。ですがすぐにあなた方も知るでしょう。知るとは一体。教授、みんな、消えた。どうして。始まった。彼が呼んでいます。いよいよね、たくまさん。行きましょう、春近を止めに。みゆき、行くってどこに。一体彼の誤解って。ここは。たくまさん。みゆき、それにみんな無事だったんだ。よかった。ここは一体。ここは死生獣が封印を施した主の居場所よ。ここが。それで主は。何が違うというのか。こっちを見てる。ああ、姉さんと私よな。まさかこれが。これが主。みゆき、明葉、何の違いがある。何時の兄弟は再び愛まみえたが、我が姉は未だ我が元に来ぬではないか。同じ水瀬家の血脈を継いだものだというのに。同じ。主は何を言ってるんだ。主に捧げられ、今や意識の中核となっている水瀬春近。彼は私たちの遠い祖先。みゆきたちのご先祖様。そうか、これで全てがつながった。だからこいつは姉さんを必要に。ええ。なぜ恨まぬ。なぜ。長き時見捨てられて、それでなぜ人を世を恨まぬ。捨てられていないから。私は捨てられてなんかいない。これは自分で選んだことよ。私は助けたの、自分を犠牲にして。あの時幼かった弟を。そして弟は助かって、こんなに立派な大人になった。姉さん。だから恨むはずがないでしょ。そうだ、秋春はずっとみゆきのことを思っていた。記憶が薄れるほど長い時を過ごしても、みゆきを助けるという信念だけは抱き続けていたんだ。みゆきだってずっと戦ってきたんだ。お前に魂の半分を奪われても決して諦めなかった。絶望しなかった。みゆきはお前とは違う。お前みたいな臆病者とはな。黙れ黙れ。それにあなたも捨てられてなんかいない。わからぬ、わからぬ。何じら、何を言うておるのだ。そろそろ
始まる。ああ、最後の戦いの始まりだ。私も手伝う。みゆき、無理をしなくていい。そうだよ、君を守らないと僕たちは永遠に帰れない。なら、レナモン、ハル、そしてタクマさん、みんなに私の命を預ける。信頼してるからね。長き時を経ようと尽きぬ。開墾、スタン、噴霧。みゆき、再び汝を飲み込み、今度こそ彼岸の世界を渡ろうぞ。世界の断り。戦うぞ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、僕の番だね。行くぞ。おー、グレイモン、やるのだ。ゼルゼル、私の番、守れる力を。勝てとの。やるわ。お願い、彼を捕まえてて。悲鳴を、みゆきの歌が奴に聞いてる。今よ、タクマさん。最善手は、あ、私がやろう。アンジェレーション、もう戦うべきか。行こう。残さず勝てと。最善手、私がやろう。アンジェレーション、どう戦うべきか。俺が行こう。私が動く時が来たか。お前に呼吸を合わせる。どうだ。我が存在を否定するか。結ばれし時、夢夢壊るることなき傷。
つな好み捧げ共に飾らば一筋の光をどうかこの手に。やった！聞いてるぞ！終わったの？多分。許せぬ。え？なんだ？声が聞こえる。誰だ？我を阻む者どもめ、決して許しはせぬ。さっき。うん、聞こえるね。ここにはもう僕たち以外いないはずなのに。おのれ、おのれ！あいつは一体。まさか。愚かなり、我の道を塞ぐ者どもめ。お前はまさかハルチカ？さよう、我はハルチカ。主は僕たちが倒した。お前の恨みもここで終わりにするんだ。愚かなり、主など所詮この世の断りに過ぎぬ。我が抗う力未だ尽きぬというのに、破滅の呪縛に囚われし我が半身ファンローモンよ、入れよ。この戦はまだ決して終わらん。あとわずか、あとわずかなのだ。我が対岸叶うその時は、そのためならば鬼とも修羅とも。なんて姿なんだ。こんなの勝てるのか。なんてまがまがしさなの。こんなのどうやって戦えば。倒しがいがあるってもんだぜ。なんだこの風。なんたる好機、これこそ悲願を結ぶ扉よ。時は来たれり、が懐かしき風、扉の先に我は。しまった、みゆき。このままじゃハルチカが僕らの世界に行っちゃう。いいえ、大丈夫。私を信じて。お願い、タクマさん。もう少しだけ、主を食い止めて。アグモン、聞いたな。行かせないぞ。ドラクモン、行けるな。任せとけって。さあ、最後の戦いだ。キュッキュッキュッ。ラボラモン、頑張りましょう。ええ。
丈夫、私がついているから。うん、分かった。フローラもいいところ見せちゃおうね。そうだね、ビシッと決めちゃおう。ここが正念場ってやつか。あいつに勝てれば真のヒーローだ。そうだな、ミノル。ロップも行けそうか。うん、怖いけど修士と一緒だからなんとかなると思う。よし、それじゃあ最後の戦いだ。ああ、あの日にすら劣る獣ごときが。あの日にすら劣る獣ごときが。俺が行こう。アロドゥルモン、僕の番だね。行くぞ。おー、グレイモン、守れる力を。あんたの力は待っておいたんじゃない。やらせはせぬ。私がやろう。アンジェレーション。どう戦うべきか。いつでもいらっしゃい。私の力も使うなら。このままじゃ持たない。みゆき君、せめて扉を閉じてくれないか。もう少しだけこらえて。そんなこと言ったって、このまま扉が開き続けた。扉の向こうから光が。なあ、この動画知ってる？知ってる知ってる、めっちゃリアルだよな。これってさ、もしかして本物だったりして。まさか。でも本物だったらすごいよね。なんだこの声は、この音は一体何なのだ。すごいすごい、頑張れ。いや、絶対作り物でしょう。でも本物にしか見えないよな。なんだというのだ。一体どうなってるんだ。あ、メール。あ、学校の友達から URL、 動画サイトか。あ、これは。これ、お前じゃね？たくま、なんかお前の動画がすげえバズってんだけど。はぁ？嘘、
これやば！めっちゃ再生数伸びてる！世界中の人がアグモンやピエモンの姿を見たってことよね。そうか、認知の力。認知の力？この世界は現実世界の人々の思い、認知によって形作られている。多くの人々がアグモンが存在することを知ったならばどうなるか。どうなるんですか。タコラ、僕なんだか力がムクムク湧いてくるよ。私も今なら何でもできちゃいそう。これは凄まじいな。そして人々が私たちを応援する気持ち、温かく清らかな気持ちがハルチカの妄想を晴らす。タクマさん、敵は弱ってるわ。畳みかけるなら今よ。わかった、行くぞみんな。やらせはせんぞ。戦うべきか。みゆきの姿が変わった。ハルチカ、ようやく会えました。ああ、愛しき弟よ。まさか、ハルチカの姉、ユキハ。その意識が姉さんに憑依したのか。今さら、ロンモンから黒い瘴気のようなものが吹き上がっていく。ああ、なんということ。これなる瘴気こそハルチカを高ぶらせる災い。戦乱の世に散り、憤怒と怨嗟を抱えた数多の魂、その黒き怨念、我が全て引き受けましょう。ファンロモンが、ファンロモンの力が抑えられていく。
どうか、ハルチカを、弟を、お願い申し上げます。皆様、どうか、どうかハルチカを、助けてください。いつでもいらっしゃい。挑む相手を間違えた。ファンロモンの体から正気が全て抜け出ていく。やった、僕たちは勝ったんだ。見たまえ諸君、ファンロンモンが本来の姿へ戻っていく。これにて安寧は戻りました。この地を取り巻きし憎悪の念は消え去ったのです。今後は正しき姿のファンロンモンがこの世界を守り続けるでしょう。ですがその前にあるべき姿に戻りました。ファンロンモン、イナセンの巫女か、久しいな。陶器子孫の身をひととき借りて今こうして見舞いに立っています。弟が旅立ってから大切なハルチカ、あの子を思わぬ日は一日とてありませんでした。けれどこの身には家を継ぐ責務があり、家を守り民の安寧を守り人のしがらみに縛られこの地へと渡ることは叶いませんでした。そしてようやく自由を得た頃には我が身は塔に置いてしまったのです。故に子孫に託したのか、再会の願いを。つくづくけなげなことよ。だが我が半身は承知しています。故に因果をねじ曲げここに立っているのです。愛しきハルチカを今一度抱きしめるため、さあ我が弟の対なる獣ファンロンモン、ハルチカを返してくださいませ。とのことだ。もう聞こえているのだろう、ハルチカよ。汝が念願は今こそ叶う。長き苦悶と憎悪の日々はここに終わるのだ。主の体から光が、ハルチカの霊が飛び出していく。姉上、ハルチカ、姉上、私は何ということを。過ぎたことです、もう良いのです。私が抱いた恨みの念が世を滅ぼさんとしていたと、いくら詫びても償いきれませぬ。ハルチカ、人と獣は一つのもの、獣は人の半身であり、慈しみ。獣はいつでも半身を認めてきたのだ。人は獣を見つめることで己を見つめる。人が己を認めることでそこに誠が生まれる。そう、
誠だ。信じ合うからこそ人はさらなる高みへと至るのに、なのに私は水瀬の子、我が子孫に遺恨を残すような恐ろしいことを。アルチカ。もうよい、もうよいのです。アルチカ、その涙だけで十分ですよ。姉上、私を止めてくれた子らよ。はい。久しき時の因果にくさびを打ったそなたらになる世を平定させる力があるよう知る。あとのこと見守らせてはくれぬか。そなたらが許してくれるならば。もちろん我も共に。姉上。さあハルチカ、行きましょう。今度こそ心安らげる場所へ。戦乱の世はもう終わったのです。あとのことは子供たちに任せましょう。はいはい、姉上。本当にありがとうございました。この世界を救ってくださって、おかげで弟と再び会えました。またあの頃のように共にいましょう。皆様はどうかいつまでも仲睦まじく生きてくださいませ。姉さん大丈夫か。ええ、アルチカたちはもう光の中へ。そうか。主が正しい姿となり、扉が開いたことによって二つの世界がつながったんだ。それにより現代文明の影響がこの世界へ急速に流入しているのだろう。うん、流入じゃないわ、融和が始まったの。人間と魂の片割れである獣たち、世界と異世界の融和が始まって、ゆっくりではあるけど世界は変わり始めるの。どういうこと。つまり最古の壁画にあったように世界は本来あるべき姿に戻るのだよ。それはつまり人と獣神が一緒に生きる世界に。ああ、人々が獣神という存在を受け入れるにはまだ時間がかかるかもしれないが、先ほどのタクマ君の映像などで受け入れる土壌はできているかもしれないね。獣とアグモンたちと一緒に。そうか、それはきっといいことなんでしょうね。その変化を見届けてみたい。でもこっちから見届けることは僕らにはできない。僕らの世界には待っている人がいる。家族が、友達が、そして何よりこの融和の影響を受けて変化する僕らの世界で戸惑う多くの人々がいるだろうから。たくま、それに久しぶりに母さんのカレーを食べたいしね。アグモン、今までありがとう。君がいなければここまで来れなかったよ。僕はここでタクマとお別れなの。何を言ってるんだよ。もちろん一緒に決まってるだろ。母さんのカレーは絶品なんだ。アグモンも食べてみたいだろ。いいの?だって僕と君はかけがえのない相棒、パートナーなんだから。悪魔、うん、僕も食べたい。ファルコモンも行こうぜ。
俺らが住んでいる町はここより賑やかなんだぜ。ああ、無論だ。どこまでも一緒についていこう。ねえ、ラブラも。待って、言わなくてもわかるわ。もちろん、ずっと一緒なんだから。クネモ、一緒に行こうぜ。嫌だって言わせねえぞ。ドラクモ、どうする？お前も。言わなくても感じてるか。まあな、俺たちは腐れ縁だ。シャコモンも来て。うん。ロップモンを連れて帰ったら家族は。いや、そんなのは関係ない。だってロップモンのおかげで今の自分がいるんだから。シュージ、フローラモン、もちろん来るわよね。何聞いちゃってるのよ、分かってるくせに。ガブモン。うん、アキハル。二つの世界が融和したら、そうか、僕たち人間と獣神を隔てるものはなくなるんだよな。それってどんなことなの？うん、考えてみたんだけど、この先僕たちやアグモンたちみたいにパートナーとして出会える人たちが増えてくる、そんな気がするんだ。その可能性は高いと言えるだろう。当たり前のようにそばにというわけにはいかないかもしれないが、それでも自分の半身と世界を隔てることなく出会える可能性がある世界になるだろう。そもそも彼らと我々は互いに補い合う半身同士のような存在なのだから。それって新しい世界で新しい時代が始まるってことか。ね、悪魔さんたちがその最初の世代になるのね。そっか、それは楽しみだな。よし、みんな帰ろう。僕らの家に。僕たちのサバイブは一旦ここで終わりだ。うん、たくま。こんなど田舎だったとはな。そういうこと言っちゃダメだと思うよ。でもさ、変なこと起きないよな。大丈夫だよね。何ビビってんだよ。まあその気持ちはわかるけどな。なんてったってここはさ、あの神隠し事件があった場所だからな。そんなに嬉しそうに言わないでよ。あの噂をちゃんと知ってるの？もちろんだって。だからワクワクするんだろ。確かこの辺りでモンスターに出会ってすごい冒険した人たちがいるんだろ。うん、ネットによるとデジタルモンスターデジモンだったかな。それと出会った人たちが最後には最強のモンスターに勝ったとか。それってすげえと思わねえ？はあ、俺もモンスターに会ってみたいよな。でもそんなにいいことばかりじゃないって聞いてるんだけど。気性の荒いモンスターに出会うと襲われちゃうって。なんだよ、ビビってんのか？じゃあなんでついてきたんだよ。そりゃあその会ってみたいから。私もだろ。だからめんどくさい課外キャンプを口実にさ、この場所に来たんじゃないか。そうなの？そうさ。って、ん？今の声、
何？ここだよ、ここ。本当だったんだ。こんにちは、僕ちびも